聞いたことある俺すぐ本家のビートジャックランチより下へ行っとく君とはこの後意思疎通俺キッズとヘッズの中退人13歳からニューヤンキー大物に挑むただ勇敢にちなみにムーニャニョより中盤ビーいつでもハイ願ってもない最高潮なるこの状態俺だって車と同行したい捕まらない程度に同行したい髪色綺麗で蝶々みたいなあなたを連れ行く港未来個室のバーでお酒飲みたい今後の二人にしか解けたアラーム前起きるまだ5時リモートワークで仕事に休憩は自由服も自由一人でもいいな調子でもまさに今はコロナうつショッピングよりもショッキング新しいものに目を向けた俺この音すぐ影響を受けた週末最高じゃん君と向かうはサンローランお揃いがマジに合いそうだついでにグッチも買っとくかもちろん値段気にしないさこのままホテルインしちゃいたいベッドに入り B2、3回朝帰りまた日差しが痛い、yeah! いつでもハイ願ってもない最高潮なるこの状態俺だって車と同行したい捕まらない程度に同行したい髪色綺麗で蝶々みたいなあなたを連れ行く港未来個室のバーでお酒飲みたい今後の二人にしか解けない一人の日は暇すぎランチ来て舌包みブルマ未だ未確認夜の街いざ出陣ビジョンの誘惑始まってるここで引く方が間違ってる夢へマジで何で待ってやけ酒まだ眠るだけこのランチはマジまたとない俺の人気は止まってない人生不安定なんてない仕事なんてあさってやってな間違っても先ないですとか恥かいてる方が勝ち倍出る場違いですでもわきまえてる今目を光らせて息巻いていつでもハイ願ってもない最高潮なるこの状態俺だって車と同行したい捕まらない程度に同行したい髪色綺麗で蝶々みたいなあなたを連れ行く港未来個室のバーでお酒飲みたい今後の二人にしか解けたいつでもハイ願ってもない最高潮なるこの状態俺だって車と同行したい捕まらない程度に同行したい髪色綺麗で蝶々みたいな